皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回から動画に新しいカテゴリー、これが加わります。それは学力アップ勉強のコツというカテゴリーです。今回はその第1回目で、学んだ直後の復習で学力アップ、こういうタイトルでお話しします。初めて学んだ内容、その内容っていうのは頭の中でとても忘れやすい状態にあるんですよね。ある研究によると、1時間前に学んだ内容、1時間後には半分以上忘れてしまっている、こういう研究結果も出ています。半分も忘れちゃうんですよね。じゃあそれを忘れないようにするためにはどうすればいいか。それは学んだすぐ後に復習することです。これで頭の中に定着しやすくなります。例えば学校を例にとれば、授業が終わったらノートを見ながら今の授業、これを頭の中で再現してみる。それに加えて次の授業、同じ科目の次の授業、この時にはノートを見ながら前回の授業内容をもう一度思い出してみる。この2つをすることで勉強の内容を頭に定着しやすくなります。暗記にはコツがあるんですね。覚えなければならない内容に触れる回数を増やす、思い出す回数を増やす、これがコツなんです。この時時間をかけなくてもいいですよ。短時間で何度も繰り返すと、これが大切なんですね。今例に挙げた学校のところでも、ノートを見ながら授業を再現してみると、ノートを見ながら前回の授業を思い出してみる、これ時間かからないでしょ、ね、だから時間をかけないで何度も復習できるような方法、こういう方法を取るといいと思います。それから1回や2回で覚えられない、これを覚えておいてください、ね、中にはそういう人いるかもしれないんですけれど、もしあなたがそういうタイプじゃなかったら、覚えられないのは普通だよと、忘れちゃうのは普通だよと、こう思ってください、ね、最初から完璧を目指さない、1回2回やったから覚えられない、ああ暗記が苦手だ、勉強苦手だ、そうじゃないんです。それが普通なんですね。だから何度も何度も繰り返して定着させていくと、そういうことが必要なんです。そしてその初めは学んだ後のすぐ復習すると、こういうことなんですね。今回は学んだ直後の復習で学力アップ、こういうお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。